はい、日本中の皆さんどうも、はじめまして、高橋です。今日はね、バックラで悩んでる方、結構ベイトリールを初めて使ってるとか、使ったことないとか、バックラでなんでこんなバックラするうまくいかないって悩んでる方にね、今日、動画一本作りますけども、これ軽かったコンクエスト、そして DC の100の HG、 これを使うとバックラしないんですね。まあ厳密に言えばバックラしづらいっていうことですね。なぜかというと DC っていうのあるじゃないですか。 DC、 これね、デジタルコントロールブレーキっていう、普通のルアーじゃないんですよ。まあちょっと投げてみますよ。これはね、普通のベイトリールじゃない、コンピューター入ってるね、リールの中に。だからこうしてドーンと上げて、はい、今手離してやっても、まあちょっとバックラしましたね。ちょっとバックラ、あ、バックラした、バックラした。これもちょっとギャグなんだけど、今手両手離しても軽くバックラしたけどすぐ直っちゃう。なんでかっていうと、デジタルコントロールブレーキがあるからね。でベイトのそもそもの使い方っていうのは、サミングって言うんですよね。指でサミング、あ、寝かかれちゃったな。指でサミングするで、バックラしないようにコントロールしながら投げるんですけども、今の DC ブレーキがあるから、もうスピングリールみたいに投げても、まあ、最後ちょっとバックラしたけど、ほぼバックラしない。なんでかっていうと、デジタルコントロールブレーキ、 DC ブレーキがあるから。でこれね、まずベイトリールの仕組みとか、そういうのをちょっとまあ説明していきますけども、ここ W って書いてる、これウィンドミル、風のことね。だから向かい風、風が強い時、向かい風だとバックラしやすくなるから、まあここの設定にする。これ一番ブレーキが強い状態ね。その分飛距離が出づらい、少しね。で、まあ、風もないし無風だったら、まあ3ぐらいでいいと思うんですけど、うん、で、1でやると一番ブレーキ抵抗が少ないから超カット部みたいな。ただ向かい風とかで1でやっちゃうとバックラッシュしやすいよみたいな。まあだから平均的には3か4ぐらいで、まあ十分飛距離出るんでね、ルアーの重さもあるんですけど。でこっちね、よいしょ、ここにあるのがこれドラグって言いますね。でドラグは引っ張った時に、でかいのが一気にね、でかいのが買った時にグッて引っ張った時にラインが出るような、こんぐらいの強さでやる。これをドラグのブレーキですね。でこっちに、ね、ある丸いの、これはねメカニカルブレーキって言うんですよ。ね、メカニカルブレーキ、いわゆる機械式ブレーキみたいなね。だから DC ブレーキプラスメカニカルブレーキ。でここでも微調整ができると。でここで調整したと、こうラインの出方ね、それが調整できます。例えば今このメカニブレーキをもうカンカンに締めてみましたね、最高に締め上げました。そうするとどのぐらい出るか、ちょっとしか出ないね。メカニカルブレーキをめちゃくちゃ効かしてる状態だから、ここのブレーキ、このブレーキっていうのはこの丸いとこね、ここをなんていうのかな、いい感じで、こんなもんかな、出たでしょ。ここで調整して出るね。 OK ということで、根本的な今日の動画は、カルカタコングス DC の100の HG、 DC ブレーキがベイトリールを使えばバックラをしづらいよと、してもすぐ軽いバックラしかしないよということですね。あと投げ方もちょっと言っとかないと分かんないかな。あ、藻があるな、根がかるな、めっちゃ藻があるな。この DC はスプリングっていうのは投げっぱなしでいいんだけど、一応サミングっていうのが必要になるわけね。サミング、まあプロレス業界でいうと目ん玉に指入れるってこと、サミングっていうかね。俺はプロレスマニアから言うと、サミングって言ったら目ん玉を指でついちゃうみたいな、いう形なんだけど、投げてる時に、右手でな、まあ左でもいいけど、
どっちも投げてる時に投げながら指をここに添えとくんだよね。軽く添えるか添えないかぐらいでスーって、で着水と同時ぐらいでこう指を止めてあげる。でラインを押さえる人がいるんだけど、ラインよりもここの黒い部分あるでしょ、横に見えるかな、映ってる、これここの黒い部分を指でちょっと軽くこう止めてあげるとスパッっていう、だから着水と同時ぐらいにこう指でグーッつってピタッと止めてあげる。そうするとバックラしないと、例えば投げてあーっつって対岸まで届いちゃったっていう時は途中で指をこう添えて、あのラインを出方を止めてあげることもできるから、投げすぎちゃった時も手前で落とすことができるね。ここでサミング調整、指で調整するってことね。じゃあ一回投げてみよう、まあ、プロがちょっと手本を見てみます。この状態、投げた時に縦にするんだね。投げた時にこうこのままこう投げるとバックラしやすいから、投げた時にスプールがこういう感じで出やすいようにこう縦側にするとよりバックラしづらい。これはどのベイトレールでも言えることね。はい、じゃあ結論、カルカッタコンクエスト DC100 の HG、 DC ブレーキがついてるベイトリールを使えば非常にバックラしづらいのでね、こういうのを使えばベイトリールが好きになるんじゃないかな。バックラほぼしないです。はい、でこれが軽ければ軽いほどバックラしづらいんですよね。あ、バックラしやすいんだよね。で重いルアーの方がこれ 21g あるんだけど、まあこういう 15g 以上投げてると、まあほぼバックラしないですね、全く。それは DC ブレーキがあるから調整してくれる。ただ例えばね、これ DC ブレーキがあるって言ってこれで 3g のルアー投げてみろとか 5g のルアー投げてみるとちょっとバックラしやすくなる。あ、まあそれもね DC が合わせてくれますけども、まあ基本は 10g 以上のルアーを投げるときにこのベイトリール使っていく、うん、ベイトスタイルだよね、うん。